最終話の結末。残すところ最終回のみ、盛り上がりまくってる推しの子。やっぱり注目なのは死んだ主人公のアクアの存在です。今回は一つ目にアクアの死亡自体が嘘で、全ては壮大な劇だったというハッピーエンドパターン。二つ目にアクアの死亡は確定でバッドエンドパターン。この二つのケースに分けて考察したいと思います。ということで今回は最終話はハッピーエンドかバッドエンドかについて徹底考察したいと思います。なお推しの子第165話までのネタバレ含みますのでご注意ください。それではどうぞ。ここからは予想される大きく2つの結末についてルート別で考えます。1つ目がアクア死亡が嘘だったというハッピーエンドルート、2つ目がアクアが死亡するというバッドエンドルート。ではそれぞれ見ていきます。まずはお待ちかねのアクアの死亡が嘘だったというですねハッピーエンドパターンです。タイトルには推しの子とカッコがついています。そしてこれが実は二重になっていますが、ここにはどんな意味があるのでしょうか。意図的に二重にしていて、作中の演出で使用するプランはあります。くらいの回答でお願いします。このチャンネルでも何度も何度も繰り返し言ってる推しの子のカッコの秘密、そもそもなんでカッコがそんなに重要なの。視聴者の中にはですねこう思っている人も多いと思います。理由を説明すると、推しの子の作者赤坂先生と横柳先生の二人組がですね、ツタヤのインタビューでカッコには物語の根本をひっくり返す重要な意味が込められていると断言してるからです。そしてこのカッコの意味を深掘りされた赤坂先生は、一度役者という形でタイトル以外にも使っているとだけ発言。ただこれ以上詳細にお話しすると勘のいい読者にネタバレしてしまう恐れがあるので、ここまででお願いします。それ以降はインタビューからこれ以上カッコの意味を聞かれないよう明らかにはぐらかしてるんですよね。このステアインタビュー、推しの子の大ファンである視聴者の皆さんには時間が空いた時にぜひともその目で見てもらいたいんですけども、これを読んだあなた、カッコは物語の核心に迫るぐらい重要なんだなって思いませんでした。わざわざ赤坂先生が対面式のインタビューでカッコには意味があるって触れてて、深掘りされたら答えははぐらかしてるんですよ。こんなの赤坂先生からカッコには重要な謎があるけどバレたら嫌だからそれとなく触れておくねって伝えられてるようなものです。このインタビューが公開されてからカッコに込められた意味について SNS で議論や考察が絶えないんですけど、未だこれといった明確な答えが出てない状況。そうこうしてるうちに推しの子は残すところ最終回のみ。あれ、まだカッコの謎が全く明かされてなくないか。そうなんです、残り1話という完結宣言を控えた今でもあれほど匂わされていたカッコの謎については全く明かされていない。ということはですよ、カッコの謎は最終回でこそその真の意味が明かされるんです。伏線回収のタイミングが残すところ最終話のみなので、もはやそうとしか思えない。では最終回で確実に判明するカッコの意味です。一足早く僕が徹底的に考察した上でその真の意味を解き明かしたいと思います。そのためこっから先の話は推しの子最終回の直接的なネタバレにがっつり関わるので、この動画を見てる皆さんは最終回にバラされるぐらいの心構えで見てください。心の準備ができてない人のために少し時間を空けます。では皆さん覚悟はよろしいでしょうか。それではどうぞ。作中の特大伏線、推しの子のタイトルデザインカッコ、それに込められた真の意味は皆さん一体何なのでしょう。いきなり結論から言います。カッコに隠された真の意味は推しの子が劇中劇であるということです。劇中劇とはそのままの通り劇の中で劇をやること。わかりやすい例えならば漫画のキャラクターが読んでいる漫画のことです。推しの子の中に登場した今日は甘くしてという少女漫画があります。推しの子という作品に今日甘という漫画が登場する、これが劇中劇。他にも推しの子の中では星野愛の実話を元にした映画15年の嘘があります。あれも劇中劇。つまりこの話で一番重要なのは、今まで僕らが見た推しの子という作品は実は各登場人物が自分のキャラを演じてるに過ぎなかった。いやいや、突拍子もなさすぎて理解が追いつかないよって思ったそこのあなた、ちょっと待ってください。実は推しの子が作中劇である根拠は作中に数多く散りばめていてですね、半信半疑な皆さんに推しの子は劇中劇だということを見事説得してみます。その根拠となるのが大きく4つ。1つ目にカッコと役者の関係性、2つ目に第164話のタイトルが終幕、3つ目に1話のこの物語はフィクションである、4つ目に推しの子のテーマは嘘。ではそれぞれ見ていきましょう。まず1つ目の根拠、カッコと役者の関係性について。ちなみにこれまでカッコがついているところがありましたが、重要なポイントなのでしょうか。一度やっていますよね、役者と表現しているところ。先ほども語ったツタヤインタビューでカッコの意味を解読するヒントとして赤坂赤先生は役者について触れています。わざわざ役者を推しの子と並べているんで、もうこの時点で役者イコール推しの子と断言できます。となると推しの子とは役者である、つまりルビーは推しの子という役割を演じているとしか考えられません。もうこれ赤坂
坂先生がルビーが推しの子という役者を演じてるよって声に出して言ってるようなもんでしょう。わざわざ説明するまでもなく、推しの子は役者だとしか考えられないんです。2つ目の根拠が第164話のタイトル名が終幕であること。終幕とは劇や映画が終わることを指します。それが第164話のタイトル名に使われている理由こそ、第164話までで推しの子というですね、作品の撮影が終わったからです。要は164話最後の黒川茜が泣き崩れるシーンで、推しの子という作品の撮影が終了してるんです。第164話のタイトル名終幕は、アクアの人生が終わったことを終幕と例えているのではなく、本当にそのまま辞書通りの意味なんです。3つ目の根拠が第1話の冒頭のこの物語はフィクションであるという文面。意味や理由に大きく描かれてるんですが、これはよくフィクション作品内にて現実とは関わりがないことを表記する手段として使われる文言なんですよね。でも赤坂先生はこの文言に、本作でも重要なテーマの一つ、嘘を引き立てる言葉にもなるので、初めに読者の皆さんに提示しています。そう、推しの子は嘘、劇中劇であり、アクアやルビーは役者に過ぎなかった、そんなメタフィクション的な構成になっているんです。4つ目の根拠が推しの子のテーマが嘘であること。本作でも重要なテーマの一つ、嘘を引き立てる言葉にもなるので、初めに読者の皆さんに提示しています。そう、推しの子のテーマは嘘、推しの子自体が嘘であるということは、つまり作り物であるということです。テーマが嘘であることも、推しの子が劇中劇であることを指し示している。以上、推しの子が劇中劇である大きな根拠を4つ語りましたが、どうでしょう皆さん、もう推しの子は劇中劇であるとしか考えられませんよね。では推しの子が劇中劇だと分かったことなので、劇中劇だとしたら一体どんな劇か、どんな具体的な構造になっているのか、皆さんと一緒に具体的に考えたいと思います。これもまた結論から言うんですけど、画面を見てるそこのあなた、再び心の準備はいいですか。では劇中劇であるとしてどんな構造なのか、結論から言うと、アクアが死んだ後の未来のルビーたちが推しの子という作品を撮影していると考察します。その根拠となるのが大きく3つ。1つ目に第165話の茜の発言、2つ目に第165話のカナの台本、3つ目に6話のカナのインタビュー。ではそれぞれ見ていきましょう。まず1つ目が第165話の茜の発言です。きっとルビーちゃんはもう表舞台には戻らない、そう思った。でも君は分かっていたのかもね、みんなそんなに弱くないって。このように茜がルビーたちがアクアの死を乗り越える強さを持っていることはすでに言及されています。つまりルビーやカナは絶望したまま生涯を終えることはなく、いずれはルビーはアイドルに、カナは女優に、戻る未来は確実。よってカナやルビーが将来でも映画や劇関係のですね、仕事に関わり続けるのももはや確定事項です。そのためアクアが死んださらに未来、カナやルビーがアクアの死を受け入れた後に推しの子という作品の役者に選ばれているとしても何ら不思議ではないでしょう。2つ目の根拠が第165話のカナの台本。第165話の最後のコマでカナが泣きながら何かの台本を読んでいます。これただ有馬カナが何かしらの台本を読んでいるだけだと思い流しませんでしたが、実は違う。この台本、実はアクアの実話を元に作った実録、映画推しの子の台本。つまりアクアの死を受けた後、五反田監督がアクアの事件を元にした映画台本の執筆、それをカナに渡し、有馬カナは涙しながらも自分にしかできない役割だと思って推しの子という台本を涙しながら必死に読んでいるんです。こう考えると第165話最後で有馬が涙流して台本読んでいるのもですね、超納得ですよね。だってこれはアクアの実録映画、推しの子の台本なんですから。3つ目の根拠はですね、6話のカナのインタビューです。天才だってナイフで刺されれば織田仏です。戦い方一つだと思う。あ、今のところはオフレコでお願いします。さすがに不謹慎すぎる例えでしたね。アー君に怒られる。6話の冒頭の有馬のインタビュー、これがいつ撮られたものか実はまだ判明してないんですよね。よってこのインタビューがアクアの事件を元にした推しの子の撮影後のインタビューだと考えます。こう考えると6話冒頭部分の少しおかしい箇所にも辻褄が合います。そのおかしい箇所とは、そう、アー君に怒られるというカナのセリフ、これは愛の死を茶化したことじゃなくて、亡きアクアから自分の死を茶化すなとあの世で叱られる、そんな想像をしてカナはアクアに怒られると思ったのだと考えます。なぜなら普通なら星野愛さんに怒られるやルビーに怒られるというべきところを、わざわざアー君に怒られるとアクアを名指しで指定してるから。つまりこの話で重要なのは、アクアと神木の事件を元にした推しの子という作品の撮影後に6話冒頭インタビューは撮られたということです。今までの話を表にまとめるとこんな感じ。以上、有馬カナやルビーはいずれ立ち上がり女優やアイドルを続けること、
第165話で有馬が読んでいる台本は推しの子のものであること、6話冒頭の悪に怒られという有馬の発言、以上より1話から第164話までの終幕の話は全て未来のルビーや有馬かな、黒川茜が当時の自分を演じているアクアの復讐劇を元にした推しの子という作品に過ぎなかったんだと考察します。そしてこの動画の冒頭で2つの結末があると話したんですけど、それが2つ目のアクアの死亡するというバッドエンドルート。もちろんアクアは死亡して生き返らない可能性もありますよね。そのケースを具体的に見ていきましょう。ではアクアの死亡がそのままだとして、最終話第166話では他のキャラクターは今後アクアの死とどう向き合っていくのか考察予想したいと思います。まずカナについてですが、皆さんご存知の通り有馬カナは初期からですねアクアに一途に恋し続ける人物ですよね。また神木ひかるの宿中の件についてはカナを巻き込みたくない一心でアクアはですね一切有馬カナにそのことを話しませんでしたよね。よって脚本担当であるアクアが15年の嘘のですね少年 A 役とトラブルになって刺されてしまったとマスコミの報道内容を 100% 信じ込んでいると思います。言っとくけど私はあんたが死んでも悲しんだりしないからね。次第にビンタしていつもみたいに口汚く罵ってあんたなんかあっという間に忘れ去ってやるから。ただしですね第146話、この有馬カナの発言を回収するならいつかは有馬カナはアクアの死を乗り越え女優として大成をする、そんな未来が訪れると僕は思ってます。次に黒川茜です。彼女はアクアの神木への復讐心を知ってましたが、今回の神木との心中は完全に予想外。よって有馬カナのようにアクアの死に絶望し絶句という反応は見えませんでしたが、カナ同様に悲しみは深いことに間違いはないと僕は思ってます。どうして私にも手伝わせてくれなかったの。君が望むなら完全犯罪の計画だって一緒に考えた。そして茜はアクアに対し自分たちを残して神木ひかると心中してしまったアクアに怒りの感情もあると僕は思ってます。その証拠に茜の口元は歯ぎしりをするように固く力を込められてますよね。もちろん茜やカナだけではなく他にもアクアの死が影を落とす人たちも大勢います。そこで今回描写されていないキャラの反応も予想したいと思います。まずは姫川大輝、少し抜けてるんですけどもアクアとは血がつながっている腹違いの兄弟なので一緒にドライブに行った仲なので泣いたり直接的に悲しむ描写は挟まれないかもしれないんですけど、腹違いの弟の死が大輝の心に深く傷をつけることは確実だと思ってます。次に斉藤美也子、彼女はですね五郎とサリナがアクアとルビーに転生し生まれてからずっと面倒を見た女性、さらに愛が死んでからは本格的にアクアとルビーを自分の子のように大切に育てましたよね。よってアクアの死亡は斉藤美也子にとって大事な息子を亡くすも同然のものだと思ってます。次に斉藤一護、彼も第159話、同じ鉄を何度も踏まないとルビーを身を挺して守ってました。この発言から愛を失った現在このアクアとルビーは大切に育てたい、少なくとも愛のように死なせたくないと思ってたことは確実。そして忘れちゃいけないのがメム長です。昨日は友人でありかつ生前ではアクアと気楽に話せ心を通わせていた人物、そんなメム長も報道を聞いて口を両手で押さえて驚愕、目には光が宿っておらず言葉にもならない絶望でしたよね。さらにメム長自体が周囲に配慮し友達を人一倍大切にする人なので自分の悲しみを抑え自分より辛いであろうルビーやアリマなどのメンタルケアに努めようとすると考えます。とこのようにですね神木を何とかしたというのにアクアが死んでしまっては主要人物のほとんどが大ダメージを受け人によっては立ち直れないと容易に想像ができます。とてつもなく悲惨な状況なので最終回までに何かしらの救いが欲しいところですよね。ではアクアの死亡ルートのバッドエンドとして一番の見どころ、ルビーが最終回をどう迎えていくのか考察予想したいと思います。今回のルビーの描写ですが、葬式には親族や関係者が集まっているにもかかわらずルビーの姿が一切描写されてませんよね。ただ今回の最後では黒一色の喪服姿のルビーが大量の花と一緒に自室で泣き崩れているのでルビーが葬式に出たことは確実です。ですが皆さん、葬式中では一切ルビーの姿が描かれなかったので葬式には呼ばれたけど精神的な理由で葬式に出席ができなかったんだと僕は考えます。では今後ルビーはどうなるのか、結論から言うとアクアの死から立ち直りアイドルとして頂点に立つと考察します。その根拠は3つ、1つ目に黒川茜の発言、2つ目に愛のルビーへの DVD、 3つ目にルビーの願い。まずは1つ目の根拠が黒川茜の発言です。きっとルビーちゃんはもう表舞台には戻らない、そう思った。でも
でも君は分かっていたのかもね。みんなそんなに弱くないって。このセリフから分かる通り、アカネはルビーがアイドルとして再起することを信じてますよね。現にルビーにはサリナ時代のように不治の病を患ってもめげずにリハビリに励んだりと人一倍心が強い人物です。そのためアクアの死もいずれは受け入れ乗り越えアイドルとしてですね再び活動し直すんです。2つ目の根拠が愛のルビーへの DVD。 星野愛が残したルビーとアクアへの DVD ですが、アクアの DVD の内容は神木への嘘、実は愛は神木を愛していたという内容を伝えるものでしたよね。ですが皆さん、実は愛が送ったルビーへの DVD の内容はまだ明かされてないということを分かってますでしょうか。この根拠となるのが第153話の1コマ DVD は15歳のアクアへとだけ書いてあるものが1枚だけ。このように第153話で判明した DVD はアクアに向けたものだけ。よって最終回で残されたルビーへの DVD が描かれる可能性がめちゃくちゃ高いです。そしてその DVD には娘ルビーがアイドルとして将来活動する時を見越し、アイドルとしての決意や心得、励ましなどが撮影されてあるんです。つまりルビーが母アイに励まされ、アイドルとして再びライブの舞台に立つ大きな支えになってくるんです。3つ目の根拠がルビーの願いです。一度死んだ俺が生まれ変わりなんて、ズルを神が許した理由、僕の生きた理由、それはきっと復讐のためなんかじゃない、自分の妹を守るためだ。アクアは自分が転生したのは明確なですね理由があったからであると明かされています。その理由こそルビーを守ることです。ならば皆さん、同じく転生したルビーにもそう大きな理由があるはず。ではルビーの転生した理由は何なのでしょうか。それは実はすでに作中で描かれてるんですよね。私はママを超えるアイドルになる。第146話、神木日本刀の願いを問われたルビーは愛を超えるアイドルになると決意を固めます。よってこの願いを成し遂げないと神がルビーを転生させた理由に繋がらなくなる。そのため最終回でルビーの転生の願い、すなわち愛を超えるアイドルになってドームに立つことが成し遂げられる様子がですね描かれると僕は考えます。という感じでですね、アクアの死亡が嘘のハッピーエンドとですね、アクアの死亡のバッドエンドで交差しましたが、皆さんはどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。